俳優の寺田心、14、が13日、都内で行われた映画、シャザム。神々の怒り、17日公開の、神アートお披露目イベントに登壇し、最近、卒業したことを明かした。そして、大人っぽいタキシードを着こなしていた寺田は、憧れの大人像については、自分の大切なものとか、人を守れる強い勇気を持てる人になりたいと思います、と力強く語った。イベントには、声優で歌手の平野綾、35、も出席。水墨画アーティストの西本氏による、神アートが披露された。寺田と平野が、シャザムの胸にシンボルマークを入れ、作品が完成した。